Thank you.
こんばんは、本日は5分でチャレンジショートショート書き方講座をご覧いただきありがとうございます。本日司会を務めますノートディレクターの志村です。よろしくお願いします。 ありがとうございます。本日はそう会場にお客さんがいるのでちょっと拍手の音が聞こえてちょっといつもより盛り上がって嬉しい感じです。はい、で本日はですねノートで小説が書けるカードゲームショートショートノートの発売を記念して監修者の田丸正智さんとゲームデザインの高橋新平さんをゲストにお招きしております。前半はショートショートの書き方やアイデア発想についてお話しいただく講座パート、後半はワークシートやゲームを用いて実際に皆さんで小説を執筆する実践パート、そして最後は質疑応答コーナーの3部構成でお届けいたします。ぜひ皆さん最後までお楽しみください。それではゲストのご紹介です。まず一人目はショートショート作家の田丸正智さんです。田丸さんは2011年に作家デビュー、樹立社ショートショートコンテストで最優秀賞を受賞した海種はピースの又吉直樹さん主演で短編映画化され話題になりました。現在は坊ちゃん文学賞で審査委員長を務めたり、全国各地でショートショートの書き方講座を開催したり、昨年は情熱大陸にも出演するなど現代ショートショートの第一人者として幅広く活動されています。本日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。続いてはおもちゃクリエイターの高橋新平さんです。高橋さんは2004年に株式会社バンダイに入社し、バラエティ玩具の開発を担当、大ヒット商品無限プチプチの開発者でもあります。現在は独立し株式会社うさぎの代表としてアンガーマネジメントゲーム、スマホ鳩時計オクタなどアナログからデジタルまで幅広くおもちゃやゲームの開発をされています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は最後に質疑応答の時間も設けております。 YouTube のチャット欄もしくは Twitter でハッシュタグショートショートノートをつけてぜひ質問をお寄せください。感想も大歓迎ですのでぜひ皆さん盛り上げていただけると嬉しいです。それでは早速お二人にバトンタッチをしたいと思います。田丸さん、高橋さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあせーのでよろしくお願いします。はい、もう一回いきます。せーのよろしくお願いします。はい、はいはいはい、ということで今日はなんとなく僕がモデレーターっぽい感じで進めて、田丸さんが主役っぽい感じで進めばいいかなって思ってるんですけど、はい、ショートショートノートっていうゲームが今日発売になりました。で今日は田丸さんのショートショートを書くワークショップっていうのをやっていただき、その後ゲームを遊んでみるっていう流れでショートショートをね2つ3つ、はい、皆さんに実際書いていただくってことね、楽しみですね。楽しみですね。うん、書けるもんなんですか？大丈夫です。まあ、後ほどもう一回補足しようと思いますけども、これ見てくださった方も含めてですね、多分特に会場に来てくださった方は本当に書けるんだろうかっていう気持ちがより不安に思ってらっしゃるんじゃないかと、他の参加者の皆さんを見たらなおのこと。ちょっとちなみに皆さんに聞いてみたいのが、普段から創作、小説にしましょうかね、小説を書いている、もしくは過去に書いていたっていう方ってもしいらっしゃったら手を挙げていただきたいんです。どうですか？お、あ、でも結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。逆に聞いてみたいのが、作文とか国語とかどちらかというと苦手だっていう人ってどれくらいいます？もうご遠慮なく、なんか後ろのスタッフ席でめちゃめちゃ手上がってますけど、ね、勢いよく上げてる人。ありがとうございます。でもその今見た感じで言うと、国語作文が苦手だっていう方から、普段から書き慣れている方まで、いらっしゃると思います。そういう中でなおのこと、大丈夫かなと思うと思うんですけど大丈夫ですと。で、普段僕はその書き方講座っていうのを全国各地で、今こういう時期ですけど、普段であれば全国でやっていて、で下は小学1年生からで、小中高大専門学校とかいろいろ行って、
で一般向けであったりとか老人ホームであったりとか企業であったりはたまた少年院ですね、あの罪を犯してしまった子たち未成年の方たちを対象にやっていたりとかいろんなとこでやっているんですけど、皆さんかけてますし本当に唯一楽しんでほしいっていうことを、もうここだけなんか小説を書くってなるとなんか決まり事があってなこうしないといけないとか、まあ、誤字脱字とかしたらどうしようとか、まあ、特に今日はあの手書きでもまあ書いてもらおうかなと思ってるんで漢字出てこないとかあのどうしよう、あのめちゃめちゃ気持ち分かりますし、あの不安だと思うんですけど大丈夫ですよと、もう本当にやっちゃダメなこと書いちゃいけないことって本当にないですし、とにかく楽しむっていうことを最優先でやってほしいなと思います。ちなみに高橋さんはどうですか、あの国語とか作文とかどうでした？僕は子供時代国語大嫌いで、僕算数大好きだったんですよ。でも完全理系な人間で、あの本は僕ずっこけ3人組大好きだったんで、はい、それは子供の時読んでたんですけど、まあ、自分で物語を考えて書くなんていうそんなことはもう微塵も思わなかったですね子供の時は。だけどそれが大人になって、まあ、僕大学の時にあの落語研究部っていうあの落ち研っていうのね、うん入ってネタとか書くようになったのが初めてで、そっからなんかこう人間としても文系寄りになってってでおもちゃ作っておもちゃも言ったら笑いの文脈みたいなことだから、うん、そんな感じでその流れでアイデア発想みたいなことを今度は研究し始めて、うん、ってことなんでもう今はもうそういうの書きたくてしょうがないみたいな、あ全然変わったんですね、っていうか分かんないですけどね、はい、はい、いやだからそこがその僕も高橋さんと共通しているのが、僕も理系でずっと進んできてて、うん、でもうまさにこういやそういう話で意気投合を何度もすでにしてるんですけど、あの小学校の時はもう本も苦手、まあ、長いものは読めなくて、うん、で作も嫌いでした、うんうん、けど、まああのまあ、初めて書いたのは高校の時なんですけど、で大学の時に初めて 本格的にまあやり始めて、まあ、ものづくりっていうものからお話作りに変わっていって、まあ、今そっちの道に行ったっていう、なんか本当になんか夢にも20年ぐらい前の自分って思ってないですよね。いやそうだから最初に話した時にもうまさにその話したんですよね、はい、あのなんか空想とは程遠い現実の世界の研究をしてたから、うんうん空想の方が面白くなってきたみたいなそんなこと言ってた、はい、そうですそうです、そうです、はい、そうですよね。だ僕もそうだったと思うんですよ。もう大学入った時に僕はやっぱりロボットとかプログラミングみたいなことに憧れて、うん、工学部に入ったんだけど、うん、あまりにも周りが優秀で、うん、ガンガンにすごいの作ってこうあの二足歩行で歩くみたいなの作っちゃってるから、はい、あのなんかもう多分現実逃避でお笑い行っちゃったみたいな感じはちょっとあったかもしれないですけど、はい、いやいやいや、まあそれがねまあこんな形でね、そうですね、うん、あるなんて面白いですよね、うん、で今回発売するゲーム、まあ、今日発売されたショートショートノートっていう商品を、うんまあ、ちょっと紹介しつつ開発秘話みたいなのをちょっと話していきたいんですけど、はい、まずこのゲーム何なのかっていうのを簡単に説明させていただきますと、まあ、ここにねこう現物もあって、まあ、今日最後にあの販売の方もしてはあるんですけれども、この画面にあるようにカードを2枚組み合わせてショートショート、まあ、短くて不思議な物語っていいんですかね、はいまあ、それのタイトルを決めますと、でそれが決まったらもう3分とか5分みたいな、まあ、そのカードで決められた制限時間でもうそのショートショート、まあ、短い小説を書かなきゃいけないと、うん、しかもそれは PC とかスマホでちゃんと書かなきゃいけないっていうん で制限時間が来たらもう完全ストップで、そこでどんな状況でも終わらなきゃいけない、うん、でそれをみんなで読み合って笑い合うみたいなゲームなんですけど、うん、ちょっとこれ手元カメラ映りますかね、まあ、いろんなカードあるんですよ、うん、でそうですね、まあ、公式ルール取説に書いてあるルールでいうと、まあ、おすすめなのが5枚めくりまして、この中から今回のタイトル決めの親は誰誰って決めて5枚中2枚好きなのを選んで、うん、タイトルを決めてそれでみんなが書くっていう形なんですよね、うん、この中だとどのタイトルもどれも面白いですけどね、全部面白そう、ね、いやだから、うん、例えばですけど、うん、違法のゾンビとか、あいややっぱ違法行きます、いや僕もね違法いいですよね、僕も違法の冷蔵庫か違法の小学校行きたかったね、そう ちなみに違法の冷蔵庫だとどんな冷蔵庫だと思います？軽く違法の冷蔵庫は、いややっぱりなんか開けたら、うん、と過去にワープしちゃうみたいな、ね、お
なるほど。そうそうそう。で過去の食材持ってきて現代に持ってきたらなんかワインが高くなるみたいな。なるほど。いやでも悪そうですね。なんか悪用の使用がしがいがあるというか。さすが褒め上手だね。いや違法っぽいですよね。うんうん、確かに確かに。ね、でも例えばかなんあの言葉を補ってもらっても大丈夫で、例えばですけど神様の小学校、まあ、神様小学校でもいいんですが、神様の小学校にしたら、いや神様の小学校ってなんだろう、じゃあ幼稚園もあるのかなとか、うん、卒業した後どうなるのかなとか、義務教育なのかとか、うん、じゃあねその後大人になる、でも神様のじゃあ社会ってどうなるんだろうとか、なんかもう空想が広がりますよね。確かにな、神様にも小学生時代あったんだみたいな、ね、あったんだみたいな、うん、神様見習いみたいな。ノスタルジックな気もセミ取りとかしてたんですかね、うん、いやこれ喋ってたらもう3、4時間かかっちゃうと思って、ね、みたいなことをこう僕ら盛り上がりすぎる。最初の開発の本当初期ですよね。もともと僕の書き方講座は言葉をこうやって組み合わせて、そこから広げていきましょうっていうことをやってはいたんですけど、まあ、高橋さんと最初にやらせてもらった時にとっても盛り上がったんですよね。だから最初は僕の記憶ではほぼほぼこの中にはないかもしれないですけど、ほぼほぼ履歴書っていうのを確か作った気がするんですよね。あ、そう、ほぼほぼ履歴書あったね。テストプレイの時にあった。それノートの須山さんと一緒にね、須山さんの時もやりましたよね。やった、うん、ほぼほぼ履歴書っていうので、ほぼほぼ履歴書あったな、なんだろうっていうので、でまさにさっき の, 今日僕の普段の講座では、まあ、完成を目指そうっていうのが、まあ、一つのある意味ゴール、まあ、できなくてもいいんですけどゴールとするんですけど、まあ、このゲームの中ではさっきの3分とか5分の中ですっぱり切るっていうところが割と肝で、だからまあ、僕の最初の言葉に戻るんですけど、まあ、小説書く、お話書くって言ったらもうガチガチになるじゃないですか。でなんか遂行なんか変な文章があったらいけないとかじゃなくて、とにかくそこで終わるんですよ。なのでもちろんその完成度を競い合っても面白いと思うんですけど、そうじゃなくって未完成の度合いを、なのでもうあえてめちゃめちゃ長編になりそうな、もう序章の序プロローグのプロローグみたいなところも終わってるじゃんみたいな感じでもいいですと思いますし、もうなんか小説書こうって言ってるのになんか過剰書きだよみたいなこの人やる気あるのかね、しかももう3プレイ目だよこの人みたいな、なんかそういうむちゃくちゃ度合いを楽しんでも面白いので、もう何でもありなんですよね。何でもあり言ったら僕なんてもうめちゃくちゃですから毎回これ やったらね、はい、うんうん、もうどんだけハックしてやろうかみたいなどんだけ小説じゃないものしてやろうかみたいなアスキーアートみたいな、いいですねそうですよね。なんかこれ作りたかった経緯みたいなのが実はあって、僕さっきちょっと志村さんからちょっと出たんですけど、オクタっていう名前の鳩時計を作ってるんですよ。まあ、IoT 発時計っていうのがなんかかっこよく言うと、Wi-Fi につながってて遠くに置いてあるやつをスマホでボタンを押すと泣かせられるっていう発時計を作っていて、でそれノート記事でも書いてあるんで、もし興味あったら後で見ていただきたいんですけど、それ、まあ、僕実家秋田県なんですが、秋田の実家にその発時計置いてますと今で、まあ、なんだったら今ここにあるボタン、まあ、立ち上げてここでボタンを押すと秋田でポッポって鳴くんですよ。そうで、そうするとなんか、お、なんかあいつがなんか押したらしいみたいな感じで、で、まあ、あいつも東京にいるっての分かってるんだけど、なんか分かんないけど押したってことは、まあ、こっちのことなんか思い出したらしいみたいなことでめっちゃ喜ぶんですよ親が。でそういう、まあ、なんか親にそんな電話ねしないじゃないですか、なかなか。なんでしょうね、こんなおっさんにもなっちゃうと最近どうみたいにこうかけづらいんですよね。でなかなか電話できないけどこうポッポはできるっていうね、用事なくてもポッポできるんで、それで毎日こう行ったらコミュニケーションをね取れるみたいな鳩時計がありまして、でそのファンの人たちとこの鳩時計の小説書いてみようぜみたいな遊びをしてたことがあったんですよ。この遠隔で泣かせられる鳩時計が出てくる小説だったら何でもいいからみたいなことで、こう制限時間決めて書いて見せ合うってやつやったらめっちゃ面白くて、もうそれなんかホラーみたいなの書いてる人もいれば、もうハートフルなの書こうとしてるんだけどちょっとなんかしっちゃかめっちゃかになってる人とかもいて、もう超笑って そのなんかみんなの読んで1時間ぐらい笑ってて5人ぐらいなのに、でこれめっちゃ面白いなってなって、もうカラオケみたいだなってなったんですよ。そのね、初めてのカラオケというか、小説書くの恥ずかしいわけですよ、やっぱ大人だったら書いたことないとね。でそれ見せ合ってこんな笑うって
超面白いなってなって、これゲームにしたいなって思ったのがきっかけだったんですよね。でそっからこう考え始めて、でも長いの書くの大変だから短い小説だなってなった時に、うん、もうショートショートといえばね、田丸さんじゃないかみたいなことで、たまたま知り合って友達だったから、その時にで声かけてこのメソッドをね教えていただいて、こうまとめたみたいな感じだったんですね、うんうん、どうでしたこの話、僕からいきなり来た時に。いやいや、もうめちゃめちゃ面白いなと思いましたし、うん、まあ、そもそもそのリモートの鳩時計、うん、もうこれじゃないですか、不思議な言葉なので、うん、いやそれこそこれもう高橋さん、さっきその製品が出てくるお話もそうですし、うん、もうなんかその開発秘話というか、リモートの鳩時計というお題があったときに、いやそれはどんなものかというと、遠隔で、うん、アプリで操作して泣かせられるっていう、まあ、これすでに今現実にありますけど、この商品知らない方は結構フィクションじゃないですか、不思議で、うん、じゃあそういうのがありまして、でもなんかそのいつでもなんかいたずらポッポポッポするので、いやなんか息子に渡されてイライラするなと思っていたら、いや意外とそれがコミュニケーションの種になって、まあなんかなんでしょうね、伝承バトじゃないですけど、うん、思いを伝えることにつながった的な、もうそれ一個のもうお話じゃないですか。なんでもうなんかそもそも高橋さんがされていること自体がショートショート的です。普段のご活動は無限プチプチもそうですしね、あれで冷静に考えたらめちゃくちゃシュールじゃないですか。だからそういう発想のところがもともとなんか通ずるところがあるのかなと思ってたので、このお話が来た時もかなり割とスムーズにいきましたよね。運命だよね。そうですよね、運命。はい、じゃあなんかイチャイチャはこれぐらいにして、はい、講座に、ね、進みたいと思います。はい、はいはい、じゃあここからは田丸さんに、はい、講座パートということで、はい、進行していただきましょうか。はい、はい、まあ今日、まあアイディア講座パートは僕と高橋さんでしばらく続けた後に、その後実作パートに行くので、実作はもうちょっと後なんですけど、なので少しスライドとかしゃべりが中心まだなります。でその講座パート行きますと、まず、次に行っていただくとですね、高橋さん次に行っていただいていいですか。あ、はい、はい、ありがとうございます。まあ、ショートショートっていう、簡単に言うと短くて不思議なお話ですね。それを、まあ、今日一人一作品と書いてますけども、これは僕のパートで、ゲームパートでさらに、トライしてほしいなと思っていますので、まあ、一人二作品ぐらい挑戦してほしいなと思っています。で誰でも書けますっていうのは先ほどお伝えした通り、もう本当に楽しんでくださいということですね。で次に行っていただいて、で、まあ、ショートショート、っていうのは特に小説の中でも、この分野のことを、ものを書くとですね、まあ、こんな力につながりますよっていつも言ってるのが文章力。これは分かりやすいですよね、文章力でだけじゃなくって発想力、アイデアがいるんです。で、発想して、でどちらかすだけじゃなくって当然辻褄合わせしてまとめていくっていう、力が養えるので、まあ、こんな、いろんな力に、これってとっても大事じゃないですか、この力って。で、まあ、楽しみながらこんな力が磨けますよっていうことで普段からやっていて、今日もこれを目指したいなと思ってます。で次に行っていただいて、でじゃあその具体例どんなものかっていうのをご説明すると、まあ、2つあるんでちょっと読み上げをしますね。まあ、こんな感じかということで、感覚つかんでほしいんですけど、1個目が発電生物です。電気ウナギの原理を発展させて自分で発電できる電気タコが開発された。よく電源コードがたくさん差し込まれていることをタコ足配線と呼ぶが、この電気タコの場合は本当にタコの足を使った配線で8本足から電気が取れる。ただし一度にたくさんの電気を使うと熱くなりゆでタコになってしまうみたいなやつとか、もう一個日光傘っていうやつは、この傘の下に入ると内側から降り注ぐ春の日差しを浴びることができる。寒い日に日向ぼっこをするのにもってこい。傘の内側を見上げると美しい青空が広がっていて、時々飛行機雲は空を横切っているのを目にしたりするみたいな感じの、まあ、短くって不思議ですよね。こんなものを、まあ、今日書いてもらおうかなと思ってます。で次に行っていただいて、大きく3つのステップがありまして、どうやるかっていうと、まずステップ1、不思議な言葉を作るということなんですね。で、まあ、これに使う紙がありまして、まあ次行っていただいて、これ普段使っている、今日はここがゲームになるということなんですけど、なので軽くご説明をしますと、まず、まあ、これワークシート1というのがあってですね、真ん中に、名詞を探して書いてみようというふうにあるんですね。で、まあ、名詞、物の名前とかを書くんですけども、まあ、ずらっと書きますよと。で、例えば例で言うと下にガラスとか粘土とか太陽とかありますけど、そういうのを書いてもらって
って、でその中から一つ選んでもらって、左の枠のところに思いつくこと、その一つから思いつくことっていうのを書いていただくんですね。で例えば太陽であれば発電に使えるとか、マグマみたいとか、皆既日食とか、ポカポカするとか、夕焼けみたいな感じで、真ん中は名詞なんですけど、左は名詞含めた動詞形容詞副詞より何でも構いませんよという言葉を書いてもらいますよと。で次に行っていただいて、でこれが今その例の部分を抜粋したやつ、ガラス粘土太陽の下にあったやつですね、例の部分を抜粋したものなんですけど、この状態から不思議な言葉っていうものを作るんですが、押していただくと、例えば、発電に使えるタコ、今黄色枠で出ましたね、発電に使えるタコとか、次にポカポカする傘みたいに、左と真ん中の言葉をあべこべに組み合わせることで不思議な言葉を作りますと。何でもいいんですよね。例えば、まあ、左の一番下に夕焼けっていうのがありますけど、じゃあ夕焼け、それから真ん中にタンスというのがあります、夕焼けタンスとか、まあ、夕焼け粘土でもいいですし、夕焼け鏡でもいいですし、左に皆既日食ってありますけど、皆既日食ガラスとか、皆既日食冷蔵庫とか、まあ、そんな感じで不思議な言葉を作りますと。これがステップ1になります。で次に言っていただくと、そして次にステップ2、そこから想像を広げていって、最後それをステップ3でまとめましょうというものがありまして、これがですね、次に、出てくるこちらワークシート丸2、これ今日、皆さんにワークシートとして丸2がない状態のものですけど、それを、現場の方は、紙でお手元に、一番下にあるかなと。で、今日配信でご参加いただいている方は事前にこちらどうぞということで、配られているものだと思います。でこれをですね、穴埋めをしていってステップ2、それからステップ3っていうのをやるんですけど、それで言うと次に行っていただくと、じゃあどうやるか、例えばじゃあさっき作った発電に使えるタコっていうのをやりましょうと。であれば、それはどんなものですか、説明してくださいっていうふうに書いてます。で一言で言うと、もう本当説明してくださいということなんですけど、ここでもう空想妄想存分に発揮していただくんですね。例えば電気ウナギっていうのが、まあ、これは実際にいたなと。じゃああの電気ウナギを発展させてできたタコがいたら、まあ、一応は架空の説明になるかなっていうふうにして書きましたと。で次に言っていただいて、それはどこでどんな時にどんないいことがありますかと書いてます。一言で言うとメリットですね。で、例えばですけど、このタコを家の水槽で飼ってれば電気いっぱい作れるなとか、あとはタコ足8本ありますから、足先にコンセントの穴がついてると8個同時にプスプスさせるんじゃないかなみたいなことをまあ空想しましたと。で右下に行くと、それはどこでどんな時にどんな悪いこと、または左で書いたこと以外のどんなことがありますかと書いています。一言で言うとデメリットですね、もしくはその他何でもいいですよということなんですけど、例えばじゃあこのタコ便利だからって言って調子乗って、ヒーターも挿してレンジも挿して冷蔵庫も挿してケトルも挿してみたいな、まあ、むちゃくちゃな使い方をしていると熱くなって水がお湯になってブクブクなってゆでタコになって死ぬんじゃないかみたいなことを空想して書きました。ここまで青枠の中がステップ2の想像を広げていくというところに当たります。そして一番下の枠の中にステップ3、お話を完成させようというところなんですが、ここに出ているのが先ほど読み上げをした発電生物ですね。あれとも全く同じものが今出ているんですけど、実はあの一作はこうやって不思議な言葉を作りましょうと。そして、そこから想像を広げて最後お話に、まとめましょうという、そんな作り方をやったっていうわけでした。で、まあ、先ほどちらっと言ったんですけど、今日はですね、このステップ1の不思議な言葉っていうところをショートショートノート、カードゲームを使ってやっちゃうと。で、そしてその後この、ステップ2にあたるところですね、想像を広げて、そして最後作品書いてみましょうっていうところを、この後、いつもよりは5分、まあ、せっかくなので今日のタイトルにちなみに5分ぐらい、まあ、全部でここが5分ぐらいですかね、まあ、全部で7、8分とかそんなぐらいで、まずはこのワークシートに習ってトライするっていうのを、前半ぐらいでやってもらうと。でその後もう、お題をショートショートノートで決めて、まあ、あのこれもちろんこれ習ってもらってもいいんですけど、あのこういうフォーマットもなしでいきなりも書いちゃいましょうみたいな、そんな時間が後ほどの実作パートで待っているというイメージですね、はい、なんでこれまた後で、やるんですけれども、高橋さんどうですかね。いや、なんか今の話聞いて
僕これ商品開発にも使えるフォーマットだなと思ってたんですよ、はい、なんか僕大体ビジネスとか商品の企画の文脈で発想を散らかそうとか自由に考えようみたいな話でするんですけど、自由に考えるってすごい曖昧な表現じゃないですか、うん、でもこのフォーマットっていいことが起きるとしたら何ですかと、うん、悪いことが起きるとしたら何ですかって、これすごい使えるなって思ったんですよね。ありがとうございます。なんかもう何でもいいからこう自由に考えろって言われると困っちゃうじゃないですか、はい、だから例えばなんだけどこのテーブルがね電気テーブルみたいな、うん、その名前をつけちゃって、うん、電気テーブルでいいことあるだったら何だろうみたいな、うん、例えばここに何かしら面白い漫画がこうね、あの投影されて、はい、でそれ見たらあの楽しみながらご飯食べられるテーブルかもしれないし、うん、逆に悪いことなんだろうと思ったらこう、ね、触っていったら誰かのところでこうビリってなってその人が負けみたいなのおもちゃにできるかもしれないしって考えると、自由に考えようっていうのはまずいいことと悪いこと考えるっていうので、うん、結構じゃあそのいい意味での価値の作り方っていうのと、うん、逆にそれでなんかアクシデントじゃないけど、うん、裏切りの価値みたいなことを作るっていう、もうその2つだけで自由発想みたいな気がしたんで、うん、これちょっと早速パクらせていただきます。いやもうありがとうございます。ぜひ、うん、あの普段その僕が企業でやらせてもらっている時の、うん、特に開発部門でやらせていただく時、まあ、イノベーションの文脈ではまさにそうですね、うんうん、なんか今ないものを生み出して、うんうん、でしかもあのいいこと書いて、うん、まあ、空想する分にはデメリットもやっぱりいいことばっかりっていうとちょっと信憑性がどうなのってなるじゃないですか、うん、なんでそれを考えるっていう意味のフォーマットでも適切ですし、うん、これお話仕立てにして誰かに伝えることによって、うん、まあ、説得力もある程度生まれるので、うんうん、企画にも使ってほしいなと思います。そう、裏切りって大事ですもんね、うん、だからそのさっき挙げていただいた無限プチプチとかも、うん、その50回に1回プチ以外の音が鳴るみたいなのがあるんですけど、うん、それなかったら絶対売れてなかったと思って、うん、最初なかったんですよ、考えた時もうずっとプチ、なかったんですね、そうずっとプチプチするって言って、うん、楽しいじゃんって思ってたんですけど、まあ、その僕が最初に作った当時上司のアドバイスで、うん、たまにプチじゃない音を鳴らすために中にもあのメカ入れちゃおうみたいなことになって、でスピーカーを5体操に入れてプチじゃない音が出るようにしたことでめっちゃ売れたって思ってて、なるほど、それがだからもう裏切りってことじゃないですか、はい、だからめっちゃ重要だなと思って、うん、このフォーマットすごいいいですよね、本当に。いやありがとうございます、うんうんうん、いやそれで言うと高橋さんのその普段のアイデアの捉え方とか考え方とかもあるんですか？そうなんですよ。でちょっとそれ話したいなと思ってて、はい、まあ、今のいい話の後になんかこれいるのかなって感じですけど、いやいやいります、いります。あの、まあ、今日これから書いていただくじゃないですか、これ僕普段そういうまさにこの商品企画とかビジネス企画の文脈で話していることなんですけど、うん、まず発想の一番の敵は緊張感ですよってことで、まあ、今日、ね、こんな綺麗な、ね、白い空間でこのメカがいっぱいあって、うん、なんかあっちにちょっとなんか今から何するんだろうみたいなエンジニアの人とか いてね、しかも大スターの、ね、田丸先生もいてみたいな、緊張感あると思うんですけど、緊張すると何も思いつかなくなるんですよ。でいいこと書こうと思うとやっぱ、ね、こう真っ白になっちゃうから、うん、もうとにかく一番なんかもう普通のこととか普通でいいんだみたいな、ね、うん、ふうに思うのが、まあ、発想の第一歩目で、うん、そこからなんかちょっとずらしていくと、うん、次から次と変なことを思いついていくってことになると思うので、うん、もうぜひ緊張しないでいただきたいなっていうことをなんかいつも最初に言ってて、でそのいろんな方向にアイデアを広げて考えようっていうのを、うん、なんかこうダーツに例えてまして、うん、お題あるじゃないですか、今日だったらタイトルですよね、うん、話のタイトルで、それに対して例えばさっきの違法の冷蔵庫っていうのをもうめっちゃ面白い、もう芯食ってやろうみたいなことで考えるともう止まっちゃうから、うんうん、とまあ、それがなんかこう違法の冷蔵庫なんだろうって考えて、こう考えて考えて、うん、分かんない分かんないって言って結局ギリギリで書いても、うん、まあ、そんななんか普通のことになっちゃったみたいなことになるよりは、もうあれはどうだこれはどうだみたいな、もう適当に書いてみて、うん、もう何だったら書き始めて、はい、うん、何だったら書くの苦手だったらもう喋り始めてぐらいの、うん、で、あのそのうちにこうできていくから、あそっちだってなったら上のやつは別に消してもいいと思ってて、うん、でこうできていくって、とりあえず書き始めるっていうのはいいかなと思ってるんですよね、うん、でこう選ぶって、まあその中で、まあ、だからこれさっきのワークシートと一緒ですよね、最後まとめるわけだから、ね、うん、言ってることは一緒で、
でその考えのずらし方っていうのを持ってることを僕はすごいおすすめしてまして、ダーツの的があるんだったらじゃあその電気タコ、タコ足でしたっけ、電気、はい、電気タコみたいな、電気タコみたいなことでも、その違法の冷蔵庫でもいいんですけど、それは何なんだっていうことを、もうダーツの的で言ったらいろんなとこ端っことか真ん中とかいろんなとこ狙うような感じでこうパッパッと考えていくっていうことができればいいよねっていうのがまあ理想の話なんですよね。面白いです、うん、でこの思考の柔軟性なんですけど、まあ、あの心理的な柔軟性っていう意味もあると思ってて、ここでやっぱりうまいこと言ってやろうって思うと本当に止まっちゃうから、なんかそのいろんなことをやってるうちに偶然出来上がるものかなと思って、はい、もう偶然でしかないと思うんですよ、いいですね、いいアイデアっていうのは面白い。だから例えばあれですよね、電気タコで言うと、まあ、大きさを変えるとかで言うと、なんかクラーケンのやつがいて発電所になったらどうだろうとか、あ、そうそう、ですよね、古くするだったらなんか、昔の人はそれで生活してたけどなんかもう絶滅してしちゃ乱獲で絶滅でみたいな、今それを DNA で復活させようみたいな、わかんないですけどみたいなことですよね。次々来ますね。そうそう、だから逆をって言ったらもうイカだった、イカいいですよね、イカいいですよ、イカっていうねとかね、だから場所を変えるっていうのもなんか海の中かと思いきやね、まあ、でもさっきもタコ足配線っていうのもまあ場所を変えてるけどね、なんかもうあの空に現れてもいいかもしれない、いいですね、そう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 、っていうこと でこのずらし技っていうのも自分が使いやすいずらし方ってあるんですよ。あのひっくり返すのが得意な人もいれば、なんかそのお金を安くするのと高くするのが得意な考え方の人もいたりして、で僕これノート記事でも書いたんですけど、僕77のずらし技っていうのを作ってて、まあこれあの見たい方はノートで、これ全部公開されてるんですか？ノートで、はい、これ、いやこれ書いてます、もうすぐ、はい、あ、でもこれ僕のなんでみんなが使いやすいかは分かんないですけど、まあそのね、48の殺人技みたいなことですよね、筋肉マンで言ったら、あ、いやみんななんかすごい、あの筋肉まで例えるっていう一義はないですよね、大丈夫ですか？いや、みんなピンと来たかな、来なかったかな筋肉マンに、あ、大好きなんで、そうっていうずらし技を持っておくのがいいなっていうのと、合わせて発想ツールと発想ルーティーンも持っておくっていう、だから結局自分が得意な型を身につけるっていうのも一番なんですよね。今日すぐにってわけにはいかないですけど、これからもこれが自分の鉄板技だっていうのを作れば、多分小説だってね、量産できるじゃないですか、やっぱり、はい、ありますあります、技ね、多分あるんですよね、はい、きっと。でそれがおすすめで、例えばその考えるあの環境で言っても一人で考えるのが好きな人もいれば、人と喋ってる時が一番思いつくっていう人もいると思いますし、使うツールもね、 Excel、PowerPoint、実際に紙とかノートとかいろいろあると思いますし、あとルーティーンで言ったら、あのよくね、散歩中に思いつくといいって言うじゃないですか、そうで、あとお風呂の時に思いつくとかで、これもなんかそれ言ってる人いると、人によってその本当かよって思うこともあるかもしれないけど、その人にとっては本当、多分本当なんですよ。で僕もそのなんかツールとかルーティーンで型ってのを持ってて、一応その参考に紹介すると、僕はまずツールとしては Excel が得意なんですよね。ワードでもパワポでもなく Excel で、こう表で思いついたこととちょっとずれたことを横に書いて、でちょっとずれたことを下に書いてみたいな方法があるんですけど、それなんか僕自分の講座でこう受講してくださった方に、なんか半分押し付けじゃないけど、あのね、リモートになった時に、あの Google のスプレッドシートで、みんなでこう表で発想してみましょうみたいなことでやったら、そのある方が全然思いつきませんでしたみたいなこと言って、で僕はその時ちょっと調子に乗って、いや、なんかちょっと柔軟性が足りないんじゃないですかねみたいなことを言いながらと言ってたら、その人が、いや、私実はその普段別のツールを使っていてっていうので、それがミロっていう、あの付箋でこう書くみたいなのがあるじゃないですか。でっていうので、え、僕それ知らなかったですみたいな、去年の話で、え、じゃあそれみんなでやってみましょうかって言って、僕その付箋ツールでやったら、僕何も思いつかなかったです、本当に。面白いですね。でだからそれがちょっとした緊張感というか、初めてのツールでこれどうやるんだって思ってたら、もうなんか固まっちゃってみたいなのがあって、それと同じことやってたんだなっていうんで、すごい反省したんですよ。だから結局自分が使いやすいツールをまず手に入れるってことがすごい重要だし、あとルーティーンで言うと、僕はこう企画書をこう、まあ、
書くじゃないですか、まあ、アイデアをエクセルで考えた後にこれはいけるっていうのをこうなんか書類にして、例えば会議に行く時にそれを持って、まあ、提案に出かけるわけですよね、うん、でいやこれもうできたよかったって言ってもう安心して電車に乗った瞬間に一番いいのを思いつくんですよ、だから多分もうできて安心してはい、はい、これも責任果たしたんです、これもあのダメダメはないってなった時にこう乗ってあーってなった時にあれ入れてなかったみたいになって、でそれでこう着いた時に開口一番、うん、こう道中で思いついたんですけどこれ良くないですかみたいな話をするんですよね。それがルーティーンいいですねっていう発想法ですよね。そうっていう、うん、発想法でこれで絶対出るってもう長年もう何年もやって分かってるから、だからこれ散歩とかお風呂もやっぱ似てて、うん、多分なんか一生懸命仕事した後に気抜いてね散歩した時に思いつくんですよね、うん、だからこう緊張の後の緩和みたいな、だからゾーンみたいなことだと思うんですけど、うん、そんなあの自分のタイミングっていうか、うん、この後これやってこうしたら出てくるっていうのがあるとかなり強いと思います、うん、ね、はい、であともう一個その妄想ツールの紹介で、これも自分のノートに書いてるんでもしよかったら見てほしいんですけど、妄想商品マーケットモーマっていうウェブのアプリケーションのサービス作ってまして、うん、これ19文字でこんな商品あったらいいなって書くんですよ、まあ、だからこれも似てますよね、それで言ったら、だからまあどこにでも行ける扉とか書いて、それ30万円とか書いて、うん、出品できるんです、ここにみんな商品として、うん、でここあのアカウント作ると最初1000万円っていうこのゲーム上のお金が手に入って、人のやつ買えるんですよ、そのあ30万でどこでも行ける扉欲しいなって言ったら買うんですよね、うん、で自分もこんなのあったらいいなって出品していくと、その自分の出品履歴と購入履歴にその自分が欲しい欲求が並ぶんですよ、バーってその人の欲求から気づいた自分が欲しい物事っていうのと、自分が想像した妄想っていうかこんなのがあったらいいなって、うん、そうするとあ私ってこんなもの欲してる人だったんだっていうことで、うん、あのそれで商品のアイデアが思いついたり、まあ、それこそ自分が好きなことっていうのが見つかって、それきっかけでまあ物語作ってもいいかもしれないしっていう、なんか自分なりの発想の仕方のゲーミフィケーションみたいなのをここでこう体現してるんですけど、まあよかったらこれちょっとやってみていただけると妄想がどんどん溢れるみたいな感覚がね、そうあるかもしれない、いやいいですね、そうとかいろいろやってるんですけど、まあ、とにかく伝えたいのはもう大敵なのは緊張感ってことなんで、もう適当にやりましょうってことですかね。そうですね、はい、もう笑いながらはい、はい、っていう感じです。はい、はい、いきましょうか。という感じで、じゃあ、ここからはですね、いよいよワークショップパートということで、うん、皆さんにやっていただこうかなと思っていて、あの配信の方もぜひ、トライしていただきたくて、まあ、あのまず、先ほどもお伝えしましたけれども、最初に、僕のそのフォーマット的なやつですね、さっきのワークシートを使ってお話を考えたいなと思っていて、で、その後にですね、実際に、何でしょう、フリーフォーマットでノートで、ぜひやっていただきたいなと思っています。なので最低2回ぐらい書いて行きたいなと思っていますと。で配信の方で特にあのワークシートのダウンロードを忘れちゃったよっていう方、今からでもあのスプレッドシートでやってくれてるやつもありますし、まあ、なんならもう手元の白紙でもノートでもに、まあ、それこそあのノートであの紙のノートでも、ウェブのノートでも構いませんので、同じような感じで乗っ取ってもらったらできますので、そこもご安心くださいということで、今からやっていきたいと思うんですけれども、今日は先ほどお伝えしました通り、ステップ1の不思議な言葉を作るっていうのを、ショートノートでやりたいなと思っていて、で、じゃあですね、もう今日はですね、あのまずこのターンは実はもうあらかじめ僕が選んだものがありまして、今からここにそのお題2枚を組み合わせたお題を出しますので、それに沿ってワークシートを埋めていただきます。で、それで言うと次にまずこれ出します。でじゃあお題先出しますね、ちょっとだけ考える時間が出ますけども、それがですねこちらです。喋るコップということで、ここからのパートは喋るコップという言葉で皆さん全員ですね、同じお題で書いていただきたいと思ってます。配信の方もぜひ書いてください。で、具体的にやっていただく欄としては、次に行っていただいて、
これで次がステップ2に当たりますので、このワークシートというやつの青枠の中ですね、それはどんなものか、それから、いいこと悪いことその他っていうここですね、まずここだけで構いませんので、まあ、ここをですね今日は短い時間で、まあ、4分ぐらいですかね、まあ、大体ですけど僕見てますので、4分ぐらいで埋めてみてください。で、すぐにもうパパッと埋まっちゃったって方もまだ最後のステップ3一番下に行かなくて構いませんので、ぜひですね他にないかっていういろんな切り口、さっきのずらすとかですね、まさに場所を変えたらどうだろう、古くしたらどうだろうみたいなことでいろんなアイデアをまずは4分ぐらいで広げてみてください、うん、ではお願いします。じゃあここ4分ですね。はい。でこれはこの配信を視聴してくださってる全国の皆さんにもぜひやっていただきたいですよね、うん、からその見てくださってる方はお手元の紙でもいいし、もちろん PC とかスマホでもいいと思うんですけど、今田丸さんが言ってくださったような形でどんな良いことがありますかっていうのと、どんな悪いことまたはどんな変なことがありますかみたいなのを書いていただくと。でこれもしよかったらハッシュタグショートショートノートってつけていただいて、今画面にねこの右上のところに出てるんですけど、これをつけていただいてノートに投稿してほしいんですよね。そしたらここで田丸さんにそれちょっとピックアップして見ていただいてコメントしていただけるかもしれないので、もしよかったらノートで今考えていただいたショートショート短くて不思議な物語まとまったらこのハッシュタグをつけて投稿してみてください。あと質問もね、田丸さんになんかこの機会に聞いてみたいっていう方は会場でも質問タイムありますけど、の配信の視聴者の方々ももし聞きたいことがあったら、これツイッターがいいんですかね、ツイッターでハッシュタグショートショートノートでつけてこう聞きたいことを書いていただけたら、スタッフの方でそちら拾ってこう質問代読させていただくっていうことがあるかもしれないので、もしよかったら、あ、YouTube でも大丈夫。はい。じゃあ質問は YouTube のコメントっていうんですか、あれ。コメントでも大丈夫だそうです。はい。楽しみだな。で今田丸さんが会場回ってアドバイスしてくれてますね。はい。いやこれめっちゃ贅沢な回だな。いやすごい。こんなみんなが鉛筆持って書いてる姿を見るなんてなかなか。最近ないですよね。お、ゲームはまるで落語の即興の三大話みたいですね。この方も落語好きなんですかね。志村さんも落語好きなんですか。私も落語好きです、うん、僕も落研出身だから落語好きだ。落語好き、そうだから落語まさにね、そう落語の三大話と一緒だからそれにも使えるんですよね。このゲーム文章だけじゃなくて画像と音声っていうカードも入ってて、そのアウトプット形式を選ぶっていう遊び方も入ってるんですよ。だからそれで音声っていうのが出たら口頭で言いましょうっていうルールがあるんで、そこで落語の三大話ぶちかますっていうのはありかもしれないですね。なんかポッドキャストとかでやっても面白いかもしれないですね、うん、そうこうしている間にだいたい4分ぐらいが経ちましたので、まあ、全然続きをしていただいてもいいんですけど、ここからの、だいたい5分で、最後ですね、一番下、進めていただいて、はい、ワークシートで一番下ですね、を今から5分ぐらいでやっていただきたいと思います。もうまとめ方も自由ですし、未完成でも構いません。で題名を新しくつけても構いませんし、そのまま喋、るコップでも構いませんのでやってみてください。ではお願いします、うん、まあ、これ多分もし今ノートで書いてくれてる人がいて投稿されるんだとしたら結構まだ時間かかるかもしれないんで、後半の時に見てみましょうか、はい、うん、でもこうやってなんか全国の遠くの人たちと同時にゲームできるっていう仕掛けも
すごい今回チャレンジしたかったものの一つなんですよ。アナログゲームって言ったらね、目の前の人と遊ぶのがいい点っていうところあるんですけど、使い方としてね、今このご時世みたいなのもあるし、全国の人とアナログゲームでつながって同時に遊べるってできたらすごい新しいなって思って、だから今日はねそんな感じでうまくいったらいいなと思ってますね。そっか、実際に遊ぶ時も Zoom とかでみんなもオンラインでつないで一人の人がカード引いてとかでもいいんですね。そう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 、 Zoom でまさに遊びやすく作っていて、一人が商品持ってたら一人がねこのお題をここでバッて出して、でみんなでじゃあ5分で書くぞって言って書いて、でそれを見せ合うっていうのはまさにテストプレイ、そんな感じでやってたんですよね。ノートの須山さんと田丸さんとのメーカーのプロデューサーの大沢さんという方と4人でやって、そんな遊び方もしてほしいです ね。ちょっとあの今日のイベント中だけじゃなくて引き続き皆さんにショートショートノートで、ノートに投稿してほしいですよね。そうそう、だからこの後今日発売なので、ぜひまあ商品も買ってみていただきたいんですけど、ショートショートをハッシュタグショートショートノートで投稿していただくと、まあ、田丸さんがそれずっと追ってくれるって言ってたので、あの、まあ、ちょっとコメントがあるかは分からないですけど全部読んでくれるとは言ってたんで、ショートショートノートで作品を投稿していただけると、じゃあ田丸さんが困っちゃうぐらいみんなにノートあげてほしいですね。ぜひ書いてください。できてる方もいらっしゃいますね。すごい。時間としてあと3分ぐらいですね。ツイッターにワークシートの写真を撮ってあげてくれてる人もいますね。嬉しい。本当にこの短時間で描けるものなんですね。すごい。いやだからやっぱ物語なんて考えたことがなかったら、自分が新しい物語なんて作れるはずないって思っちゃうと思うんですよ。昔の僕だとそう思ってたんですけど、まあ、できるもんなんだなって思って、それに気づけたのはすごいなって、こっからだから大ヒット小説の大ヒット漫画みたいな、なんか原案生まれるかもしれない。いやそれめちゃくちゃ夢がありますね。いや夢あるだからドラえもんみたいなことがこのランダムでできたタイトルからこう連想されていって原案ができたりしたら、いやもう作った身としては感無量だなと思います、ちょっとぜひそれ実現させたい、でそれがノートでねこう連載されて書籍化みたいななったら、あ、ちょっと熱血指導入ってます、ね、熱血指導。では田丸さん、会場を回ってくださってますね。おお、はい、ちょっと後で皆さんあとじゃあ1分ぐらいですね。あのできるとこまでで構いませんので、楽しみ、ではですね皆さんそろそろ、手を止めてみてください。普段のその僕の講座ではもっと言うとって言ったり時間は取るんですけども、今日はもうゲーム性を取り入れてということで、あえてここでもうスパッと切りたいなと思います。でせっかくなので、このパートでできた作品もちょっと何名かに発表してもらいたいなと思うんですけれども、さっきじゃ あの僕が読ませていただいた方の、いいですか、コップコップをどうしましょう、マイクこれの方がいいですか、もし あれば山さんこれでいいですか、はい、このままで大丈夫です、僕は持ってきましょうか。
はい、あ、じゃあもうその場で座ったままで結構ですので、はい、あ、あります。あ、だ、だ、それ使います。じゃあ僕はあっちに行っときますので、じゃあタイトルと、本文ですね、もうそのまま読んでいただければと思います。ではお願いします。わかりました、お願いします。題名コップコップ、コップコップはコップの警察官である。飲むときに、口臭や青ひげを注意してくる。一人暮らしの僕には頼もしい味方だが、おねえ言葉でズバズバと指摘されると少し参ってしまう。でも肌の調子や唇の調子がいいと少し水をあからめる。可愛いところもあるものだという。以上ですか。ありがとうございました。いいですね、いいですね。いや、この短時間でコップとコップの警察官的な意味のコップをかけたっていうところがよく思う。さっき伺ってみたら最初の方というよりは書いてる途中に浮かんだっていうところで、あと最後のこう水が、まあ、顔のように赤らめる、水が赤らむっていう表現も面白い、奇妙で面白いですし、絵が浮かびますよね。なんでなんかとってもユニークな、よくこの短時間でという一作でした、はい、改めてありがとうございました。ありがとうございます。いやめっちゃ好き、僕も。どうですか、高橋さん。まずやっぱタイトル、こう喋るコップじゃなくコップコップにしたところが好き。そうですね、うん、いいですよね。だから何でもありっていうことはね、ちゃんと。そうですね、せっかくなら、うん、あとお一人、じゃあ先ほど隣の方にもせっかくなのでもう一人発表してもらってもよろしいですか。前から2列目のですね。はい、お願いします。題名が酒飲み仲間。酒飲み仲間ですね、はい、はい。最近私には酒飲み仲間がいる。コップだ。最新スマートスピーカーを備えたそのコップはコップの中身を分析、栄養のアドバイスをくれる。お酒を入れれば美味しいカクテルの配分も教えてくれるのだ。美味しいカクテルと楽しいおしゃべりでつい飲みすぎてしまう。するとコップが叱ってくる。それもまた実家の母を思い出したりもする。それを魚にさらに飲み続けるとだんだんコップも管を巻く。以上ですか。ありがとうございました。いいですね。いや、これももうまさに昨今の、まあ、IoT ならぬということでコップにもその波が押し寄せてきたっていう。カクテルの配合とかね、いちいち調べるのめんどくさいですからね、なんか全部教えてくれたらいいですし、飲み仲間になるっていう、まあ一人で飲む、まあ、特に今家で飲みますみたいな、まあ、飲むんだったら家でみたいなことがある中でいい飲み仲間になるのかなと思いますしね。でコップが管を巻くっていう表現もさっきの水が赤らむみたいなことと近いかもしれませんけど、コップが管を巻くっていう表現もとっても面白いなと思って、憎めないコップだと思いました。ありがとうございました。高橋さんどうでしたか。いや、プロかと思いました、ね、本当に。すごいですよね。なんか言い回しもね、なんか情緒的だし、うんうん、もう震えてますよ、ね、緊張感が高まっちゃう。緊張、リラックスリラックス、この後大丈夫かみたいな。はい、そんな感じで、うん、僕の講座の前半、僕は講座のパートの前半ですかね、うん、まあ、これで終わって、次にいよいよもうショートショートノートを使って、かつフリーフォーマットというか、まあ、ウェブのサービスとしてはノートもぜひ使ってもらおうかなと思っていますので、じゃあ次のパートお願いします。そうですね、はい、じゃあここからはもうゲームのやり方でやるんですけど、もう基本は一緒です。このワークシートがなくなっただけなんですけど、こう頭の中で今の考え方を使っていただいてもいいですし、まあ、ちょっと後で出すんですけど、こうヒントカードみたいなのもあったりするので、まあでもこれは参考程度で、もう自由に考えていただくっていうゲームになりますと。で、まあ、もうお題は引くんですけど、もうせっかくなんでここでもうランダムで引いちゃって、はい、引いちゃいます。本気ランダム引いて、でどうする、お題3つぐらいちょっと出して、うん、3つのうちから好きなやつ選んでもらうみたいなのがいいですかね。はい、そうしましょう。そうですよね。じゃあちょっともうなんか3枚ずつぐらい引いて、これ組み合わせよう。うんうんうん、時間を待つ、もうガチで、はい、じゃあこれ、はい、これとそっち、はい、あ、お、あ、これさ、いいですね、面白い。あ、
まんまいくこれ。これをこっちにしましょう。ああ、もちろんこのままでもいいんですけど、今日はじゃあやりやすいようにまんま行きましょうかね。いけそうですね。これどうする？これ短いいいんじゃないですか。あえて。あえての、あえての。あ、じゃあこれの中からこれ見えます。じゃあ、これだから改めてじゃあ言いますと、普段はこれもちろん引いて、公式で言うと5枚引いた中での2枚チョイスが、まあ、推奨ではあるんですけど、もちろん自由にしていただいて、今日みたいにもうこれもうエイヤで3-3で引いて、もうまんま基本はくっつけるっていうのでも面白いと思います。それで言うと今できたのが上から注意報ごっこですね。注意報ごっこ、うん、そして2つ目曲がったバナナ、うん、曲がったバナナ、うん、そして3つ目短いポケット、短いポケットですね。でこの3つのお題の中からどれでも構いません、ご自身がピンときたもの、もしくはピンとこなさすぎて挑戦でも構いませんので、さっきお題1つでしたけど、今度は、この3つどれも、あるいはもうね、あんまり言い過ぎたまですけど、組み合わせちゃってもいいんですけど、別にさらに、この3つのどれかから今からチョイスしていただいて、で、5分間でいいですかね、はい、5分間の中で、やっていただきたいと。で会場の方は、もちろん手元の端末とかでやっていただいても構いませんし、先ほどのワークシートの裏が白紙になっていますので、さっきの方法に習っていただいても構いませんし、もう白紙のところにフリーフォーマットでいきなり、書いてしまっても構いません。いずれにしてももういきなり5分というところですね、うん、ということで、配信の方もぜひここから5分間で、ぜひぜひウェブ上、もしくは、何か手元の紙とかに書いてください、うん、大丈夫ですかね、これで。はいはい、じゃあもうスタートします。はい、スタートしましょう。はい、では今から5分スタートしてください。はい、じゃあここでさっきもしかしたら、もしかしたらそのハッシュタグショートショートノートで投稿してくれてる人いるかもしれない。あ、そうです。ちょっと見てみます。実はノートにもツイッターにもたくさん来てます。え、わ、嬉しい。やば、ちょっとじゃあ会場の方々が書いてくださってる間に見てみましょう。うわ、めっちゃ来てる。あ、本当ですか、やば、やば。え、これちょっと読んで、あ、更新できた。あ、ちょっと待って、じゃあ僕ちょっと選んでいいですか。はい、あ、ぜひぜひ、高橋さんせっかくなんで、あ、うん、本当はいっぱい、あ、じゃあこの方、はい、ちょっと画面に出てますけど読んでみましょうか。はい、高橋さんせっかくなんで、あ、じゃあ僕読んでいいですか。はい、古道具屋で見つけたガラスのコップ。これ気になって皆さん進めないですよ。今日はご愛嬌ということで。あ、そうですね、こっちはこうなかったことです。コップの表面に目鼻がついた絵が面白くて買って帰って、早速水を入れて飲んでみたら、突然コップが200ミリリットル飲めました、えらいと喋り出した。1日の目標は 1.5 リットルですよ、頑張りましょうと励ましてくれる。全部飲めると素晴らしいと持ち上げてくれる。面白くなってたくさん飲んだ。おかげでこの夏は熱中症の心配がなかった。ある晩ビールを入れるグラスが見つからず、しゃべるコップで飲んだ。200ミリリットル飲めました、えらいと褒めてくれた。 1.5 リットル飲めました、ね、素晴らしい。コップの声が遠くに聞こえる。僕はぐでんぐでんに酔っていた。いや素晴らしい。何これ、素晴らしいな。プロだな、これ。いや、あ、会場の皆さんありがとうございます。すいません。あ、すいません。ちょっともうでも素晴らしいですね、うんうんうん、いや、どんどん別の、だからまさにずらしましたよね、これ、うん、このアイデア。ちょっともう一人ぐらい見て他に見ましょうか、うん、いいですね。あ、じゃあちょっとこの違うタイトルのやつ、はい、これまた声出して読んでいいんですか。はい、もうせっかくなんでやりましょう。あ、そうですね。あ、ちなみにあと時間としてはですけど時間としてはあと2分ぐらいです。うん、はい、そうですね。すいません、なんかお同時進行。我が家には代々伝わる家宝のコップがある。あ、おかんコップっていうタイトルですね、うん、我が家には代々伝わる家宝のコップがある。別に有名な陶芸家が作ったとこではない。なんてことない、ただの湯飲みみたいなもんなのだが、これがまた喋るのである。私はおかんからこのコップを受け継いだんだが、おかんはその昔仕事で大失敗した時におじいちゃんがすごい金言をくれたおかげで乗り越えられたと言っていた、うん、本当かよと思っていたけれど、おかんがぽっくり言ってしまった翌日、元気出しやと喋り出したのを聞いてしまったら信じるしかない。それからも時々はおかんとの会話を楽しんでいたけれど、今は食器棚に封印している。恋人が泊まりに来た時には絶対出しておいたらダメなやつだと
先日思い知らされたのでね。いいですね。余韻いいな、なんか。いや、これもう先日もうすでに経験してるっていうところをこの一文でねやってんですよね。時間に厚みを持たせれてるって素晴らしいですね。なんかこの先もなんかこう想像したくなる。うん。いいですね。面白い。もう。もうちょっと言葉が出ないそれくらいいいですよね。あとそろそろ時間かな、あと1分ぐらいですね。でもこの今のショートショートの東大も続々来てくれるのかな、うん、この後。まあでもそれはちょっと後で見れたら見ましょうか。はいはい。あ、すごい。でも全国みんなでゲームしてる感じっていう僕の夢がなんか叶ってる感じになって、もうすごい嬉しい感じ、うん、いいですね、本当に、うん、あと10秒ぐらいです。じゃあ今度は発表したい方挙手で聞いてみましょうか、はい、ね、あの田丸さんにぜひ聞いてほしい方もいっぱいいるかもしれない。時間許す限り、はい、では皆さん、会場の皆さん、それから配信の皆さん、そのあたりで手を止めてみてください。まずはお疲れ様でした。お疲れ様です。では発表していただきましょうかね。そうですね、希望者の方、はい、あの会場の皆さんで、発表してくださる方、いらっしゃればぜひ教えてください。途中まででもいいですよ、とかで、うん、ぜひ。どうですか、いらっしゃれば。とんでもないチャンスですよ、この、うん、たまる大先生。あ、ぜひ、ありがとうございます。じゃあ、あのタイトルと本文で、まあ、以上ですみたいな形でお願いします。曲がったバナナについてにしました、うん、はい、曲がったバナナが絶命してからもう何年経っただろう。今スーパーやコンビニで買えるのはまっすぐなバナナばかり。確か冷蔵庫に入れやすいとか持ちやすいといった理由で開発された新種だが、その広がり方は凄まじかった。たった数年で曲がったバナナをやってしまった。しかし曲がったバナナを求める声もまた根強い。先日わずかに残っていた曲がったバナナの生き残りが出荷された時にとある事件が起きた。ここで時間切れになりましたので、ここまで。いいですね。いや、いいじゃないですか、いいじゃないですか。気になる。いい、この終わり方いい。いいですね、うん、いや、こう気になりますし、うん、あえて切るって、いや面白いですしね、うん、いや、しかも曲がったバナナからそのままストレートに行ってもいいところを、それこそまっすぐなバナナにしたっていう、いや確かに収納とかしやすいですよね。よく考えたら、まあ、キュウリもね、あの曲がってるやつよりも、まあ、よく不揃いじゃないやつが、既製品って言い方であってるんですかね、まあ、なんかありますけどもね、うん、いやバナナにもその波が来たらどうなるんだろうっていう空想が芽生えました。高橋さんどうですか。いや、なんか途中で終わる方ってありだなと思って、うん、まあ、その商品開発とかもやっぱね、余白残して、なんか例えば次ゲーム作るときもなんかこの続き自分で考えてくれみたいな、作ってみたいなと思いましたね。うん、確かに。それは楽ですしね。なんかこれを元に、うん、ある意味お題編じゃないですけど、うん、自分はここまでだったけれども結末は皆さんどうぞ書いてくださいみたいな、うん、そこから派生もしていくかもしれないですね、さらに。うん、でもゲームの最後の勝利条件は皆さんが作ってくださいみたいな、ね。うん、いいですね。ありがとうございました。いいな。他の方にも聞いてみましょうか、うん、教えてくれる方いらっしゃいます。 ありがとうございます。じゃあお願いします。短いポケットで、うん、タイトルそのままにしてツイッターに投稿しました。はい。短いポケット、4次元ポケットじゃないよ、短いポケット。ポケットを叩くと二次会を盛り上げる秘密道具が。もう一つ叩くとビスケットじゃなくてクラッカーが2つ。お、以上です。おお、ありがとうございました。いいですね。いや、まず字面確かに4次元ポケットっぽいんですよね。その字面からアプローチしたっていうの面白いですし、二次会盛り上げられるんだったらいいですね、クラッカーの音。高橋さんどうですか。うん、いや、僕も実はこれ出た時に4次元ポケットって思ったんですよ。でもなんかこのなんですか、今の進み方のなんかショートショートの型には
ハマってない僕からしたらハマってないと思われる進み方、うん、めっちゃいいなと思って、僕なんか結構うだうだドラえもんだったらなんだとか考えちゃったけど、なんかちょっとうだうだ考えた自分恥ずかしいなみたいな。いやいいんじゃないですか、うん、それもそれでですけど、うん、いいなぁ、いいですね、ありがとうございました、面白かったです、うんうん、他にあとお一人ぐらい聞いてみますか。ありがとうございます、ぜひお願いします。短いポケットちょっと、はい、お題がかぶっちゃったんですけど大丈夫ですか、はい、短いく人、田中が手を挙げてメンバーを募っている一方、リサはすっとキリスを返して駅まで帰っていった。別にリサは短いなんか興味ない、彼女には短いポケットがあるからだ、うん、キロの途中で短いポケットに手を入れる、すっと握り返してくる手がある、一次会で仲良くなったサトシだ、彼も二次会には参加せず二次会ポケットでリサと二人飲むことにしたらしい。家に帰った後で二人の濃密な夜は続く。おお、ありがとうございました、素晴らしい完成ですね、うん、二次会ポケットでポケットの中で手つなげるっていう面白いですね、うん、発想、高橋さんどうですか。あの今の素晴らしかったと思ったのと、僕この3つのお題ってのすごいなんか興味深いなと思って、うん、やっぱりの全然関係ない言葉がつながったものの方がすごくいろんな空想しやすいんだなって改めて思ってたんですよ、うん、例えば注意報ごっこってなんか注意報をこう鳴らしながらなんかごっこするみたいなのって割と想像できるけど、なんかもう想像がそこで固まっちゃうとそれ以上注意報ごっこどうしたらいいんだみたいになるのかなって僕は個人的に思って、でそれに対してやっぱ二次会ポケットって最初難しそうに思うけど、うん、無理やり考えようと思うとなんかこんな人によって違うものいろいろ出てくるんだと思ってなんかこの関係ないものの組み合わせって面白いですよね。そうですね、うん、いや本当に、うん、面白いですしね、二次会ポケット離れてるものを無理やり話す、うん、あの引っ付けるっていうのは、うんまあ、カードのならではのやり方ですしね、うん、自分だったらお気に、あもちろんあの人によっては注意報ごっこの方が異常な離れ具合な感じの人もいると思うんですね、うん、感じ方次第なんで、だから自分にとってのやつってあんまりやらないじゃないですか普通、あのやってくださいって言った時に、でもこう無理やりこうお題としてやってみたら意外と突破口がっていうのができるかもしれないですね。そうですよね、だからこれ本当に今偶然にこう引いて並べたんだけど、曲がったバナナっていうのもいやバナナ曲がってんじゃんみたいなところから逆にこう広がっていくみたいな、そうですね、性格がひん曲がってるかもしれないですしね、うん、バナナ結局物語のタイトルって何でもいいんだみたいな、うん、でそこから物語を生み出そうと思うとできるんだなっていうのは、うんうん、そうですね、面白いな、ちょっとあと1回やってみます。そうですね、軽くあゲームを、はい、あやってみましょうか、やってみましょうか、うん、せっかくなんで、うん、でその後最後にあのウェブもあのぜひ拾っていければいいなと思ってますんで、うん、じゃあ皆さんあの、うん、このままの流れ で、余白も少なくなってきたかもしれませんけども、うんうんうん、あのどこかしらの余白にぜひ書いてください。まず、お題をやります。もう田丸さんノリノリじゃないですか、ね、予定外のもう一戦やろうみたいな、まあ、あの 、うん、僕も書かないといけないですね、うん、まずじゃあさっき3枚3枚いきましょう、うん、いや今3枚3枚いきましょうみたいな食い気味になってましためちゃめちゃノリノリだな。僕があんまシャッフルしなかったんで、あのこういうカードも入ってて、これはあのテーマフリーですね。ああでも今日はあのこれ使いませんけど、こういうのも入ってます。お宣伝上手たまたまああちょっと聞きましたよ。うわそうそう、これね、このノートのお題っぽいのも入れてるんですよ今回。おこういうのあるじゃないですか、何々に教えられたことみたいな。じゃこれとこれをこうして、あそうだな、あ結構なんかおあでもいいかもしんないですね。いいかもしんないな、もうこのままいっちゃいますか。このままいっちゃいましょういっちゃいましょう、うん、出た、お題今度3つです。まず1つ目、うん、大増殖を英語で説明、これも解釈自由です。で2つ目、毒舌を宣伝してみる。3つ目、女子に教えられたこと、この3つ解釈自由ですので、で、実はこの時間カードっていうのが、3分と5分と7分ですかね、うんうん、入っているので、うん、次は3分でやってみましょうということで、もう間髪入れずに今からこの3つのお題、配信の方もぜひ3分でもういきなりトライしてください、うん、じゃあスタートしてください。急にアグレッシブになって、アグレッシブしてみましょう、うん、
そういうこういう動詞のパターンもあるんですね。そうそう、このだからエッセイっぽいお題でも楽しめるようにしてあるっていう、うんうんうん、なんかこれもストレートに解釈してもいいですし、うん、ひねってもいいですし、いやもうだからどんな文章でもいいわけです。物語でもいいし、うん、なんか日記みたいなこと、そうですね、うんうんうん、かもまあ、あんまりね言い過ぎたあれ、うん、今あれですけども、この時間にあのノート上のハッシュタグを追ってみますね。いいですね、そうしましょう、うんうんうん、あめっちゃ来てる。あじゃあ僕ちょっと注意報ごっこ見てみてもいいですか、はい、さっき出なかったじゃないですか、僕がなんかちょっと僕だったら考える難しいなみたいな、うん、言っちゃったやつ、うん、注意報ごっこ、えじゃあ僕ちょっと読んでもいいですか。はい、お願いします。注意報ごっこ。昔通っていた幼稚園で教育の一環で行っていた遊びがある注意報ごっこだ、うん、世間的にまだ注意報にされていない、でもちょっと危ないんじゃないという状況の時に大声で叫ぶのだ。〇〇注意報、ううう。この遊びをすることによって身近な危険、まだ見えていなかった危険に気づくことができるようになり、自分も周りも助かることになる。しかし当人にとっては危険だと感じることであってもそうでない場合が多々あるので、うん、その幼稚園の関係者以外からは狼少年ごっこと呼ばれていたと小学生になってから知った。いや素晴らしい、面白い、たけーこれよくできましたね、うん、これ。いやノートユーザーレベル高すぎる、ね、レベル高さどうですか、ね、いやいやいや、まあ、どうですかってか、すごいですね。いやこれなんか僕このめくりながら読んでたんで、このううううぐらいで終わりかなと思ったら、このオチ、うん、いやすごい、だからあれですね、注意報ごっこの意義を説いていて、うん、いやでも確かにでもこれあってもいい、本当にあってもいい遊びというか習慣慣習だなと思いきやね、最後に意外な結末が待ち受けてるっていう、うん、面白い、なるほど、うん、あと1個ぐらい、1個ぐらいですか。時間は大丈夫ですか。これ3分、時間はあと1分半ぐらいです。1分半ある、はい、え、じゃあ何見ます。じゃあなんか、あどうしようかな、あそうか、曲がったバナナ見てみるか。じゃあはい、はい、曲がったバナナ、じゃあ読みますね。はい、あじゃあちなみにあと1分ぐらいです。あ1分、はい、じゃあお願いします。これはついに見つけたぞ。八百屋の店先で見つけた曲がったバナナ、カーブを描いたそれを、私は辺りをキョロキョロと見回しながらこっそりとそのバナナを懐に入れて持ち帰る。バナナが曲がっているのは当たり前というのは随分と昔の話で、全ての商品が規格化された現在、バナナも全てまっすぐとなったものしか世の中には出回っていないのだ。このカーブが美しいんだよ。私はその美しさを十分楽しみながらゆっくりと皮を剥いたいいですね、面白い、いいじゃないですか。先ほどの一作にも通じますけど、でもまた違う角度でしたね、うん、おバナナをやっぱ目でカーブが美しいんだよってね、うん、ちょっとフェチ的なところも、なるほど、これだから、うん、ショートショートのいいところって本当にお話に触れた後に見方が変わるので、うん、次バナナ見た時にちょっとカーブ見ちゃうかもしれないですね。いや確かに僕一生見るかも見るかもしれない、ね、一生見るかもしれない。これまっすぐっぽいなと思ったら今夜のこと思い出すかもしれない。いや確かに、うん、そして時間がちょっとオーバーしちゃったんですけど、そのあたりで皆さん、はい、手を止めてください。すいません、ちょっとオーバーしちゃいましたけども、そこで手を止めてください。じゃあまた会場の方から、今度はお二人ぐらいにしましょうかね。教えてくれる方、せっかくなんでさっきと違う方にお願いしていいですか。すいません、どうですか、手を挙げていただきたいんですけれども、どうですか、どうですか、どうですか、あ、ありがとうございます、はい、手を挙げてください。はい、ではお願いします。お願いします。毒舌を宣伝してみる、うん、でタイトルそのままなんですけど、今毒舌の人が熱い、何かしら毒舌を主張する人はモテるしお金が入ってくる、それに気づいたのは私だけだ。今のうちに毒舌に転身してみればきっと将来成功者になれる。早速徐々に毒舌を混ぜ、元からその性格であったように。でもなんだか最近尺に触るやつが増えてきた気もする。いや私こそ真の毒舌者である。以上です。おお、ありがとうございました。なるほどね、いいですね。
いいですね。いい。毒舌を売りにし、毒舌マーケティング的なことですかね。いや、なんかこう微妙に風刺っぽいところも反映されていていいですね。いや、もう今の人間社会を描いているような気がしました。うんうん、このお話聞いた後だと、うん、でもちょっと、まあ、なんでしょうね、もちろん毒舌いい面もありますけど、うん、ちょっとなんか嫌な思いをした時に、あれはあの毒舌を宣伝してるんだなって思うことで、ちょっとあの心を和ませられるというか。なるほど、ね、いいですね、このお話。ありがとうございます。あとお一人ぐらい聞いてみましょうか。教えてくれる方いらっしゃいますか、会場の方で。どうですか、どうですか、どうですか。じゃあ、あ、ありがとうございます、お願いします。一番前ですね。はい、入ってると思います。僕も毒舌を宣伝してみる。いい、タイトルは、毒舌パッド、言いたいことが言えない、そんな時はこの毒舌パッドをつけると悪口が言い放題、友達は少なくなるけど思ったことを素直に言えるぞ甘い言葉より素直な毒舌。おお、ありがとうございました。あ、めっちゃ好き、これ最後の一文。いいですね、うん、最後どうですか、最後のところ。いや、最後の一文は本当に、うん、もう僕のなんか座右の銘と全く一緒でもそう、格言見えてましたね。そうそうそう、甘い言葉よりも毒舌がいいっていう。甘い言葉より素直な毒舌って、なんか僕もね思ってる気がする。なんかもう今日帰りの駅とかにコピーがありそうな感じですよね。確かに。いや、でも毒舌の良さ、まあ、ストレス発散っていう側面ですよね、うん、確かに。こうもちろんそのさっきの毒舌っていいところ悪いところあると思いますけど、うん、いい面がもしかしたらあるんじゃないかっていうところ、うんうんうん、そこに着目した面白い一作でしたね。ありがとうございました、うん、じゃあこのあたりで、はい、じゃあ本編の方はこんな感じにして、はい、このあたりで締めたいと思いますけども、あ、そうですね、改めて発表パート、あの皆さんお疲れ様の拍手をお願いしたいんですけど、よろしいですか。お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。はい、では、はい、最後にここから質疑応答の時間に移りたいなと思います。本当に皆さんたくさん参加いただいてありがとうございます。ノートにもツイッターにもあと YouTube のチャット欄にもたくさんあの作品上げていただいておりますので、きっと後でお二人全部ご覧いただけると思いますので、はいはい、お楽しみにしていてください。ではここから質疑応答の時間に移りたいと思います。ツイッターと YouTube でも引き続き質問募集しておりますので、ツイッターの方はハッシュタグショートショートノートをつけて、ぜひあの質問したいことがある方はつぶやいてください。ではまず先に会場の方でお二人に聞いてみたいことがある方いましたら挙手をお願いします。あ、じゃあ先に手を挙げてくださった方をお願いします。今日はどうもありがとうございました。楽しかったです。今日出たお話の中で多分聞いてる皆さんも緊張感が敵だなっていうのはすごく感じたところだと思いますし、あとお二人のあの先ほどの発表パート見てて、あ、このアイデア面白いですねっていうことをよくおっしゃってたんですけど、自分が出したアイデアをもっとこう面白がる感度を上げるには、なんかこうたくさんアイデアは出るんだけどこれはちょっとつまらないかなって気づいたら却下しちゃってる気がしていて、それをもっと自分自身で、あ、このアイデア面白いですねって面白がる癖をつけるにはどうしたらいいでしょうか、うん、おー、なるほど。じゃあ僕言っていいですか、はい、もう僕はあのみんなできるかわかんないですけど、僕の場合はボツネタがたまることを喜ぶっていうことをやっていて、それはなんかあのもう新社会人になった時に身についたことなんですけど、入社1年目にアイデア1000本ノックだみたいなことを上司が言って、1000個企画シートを1年で出せって言われたことがあるんですよ。でそのうち999個はボツったんですけど、その999枚ってもう宝物のように見えてきて、でそれなんか10年後ぐらいに見たらめちゃくちゃ面白かったんですよね。でそこからやっぱボツネタって財産だなって思って、今でも貯め続けて、なんか機会あったら人に自慢したりしてるんですよ。だからボツネタが溜まっていくことが喜びになったら、もうそのアイデア発想術としては無敵というか無双状態で、だってボツになることを億劫に思わないじゃないですか、基本ボツだから。そのボツネタが溜まっているうちに何かいいアイデアが出るっていうようなマインドにすることができれば理想かなとは思いますね。みんなできるのかちょっと分かんない、僕は変態すぎるのかもしれない。ちゃんとどっかに残しとくってことで
あ、そうですね。それは大事ですよね。いや、やっぱり自慢したいですよ、打作を。なんか俺は15年前にこんなの書いてたんぜみたいな感じで、ね、仮に田丸さんが、ね、出してきたやつがなんかすごいたどたどしい感じだったら、うん、すごいみんな笑うと思うし、うん、そのいずれ時間が経つと価値が出てくると思うんですよ、ボツネタって。だからそれ貯めてなんかニヤニヤするっていうのがおすすめですかね、うんうん、いいですね、うん、僕で言うと もうすごい今のお話もいいなと思いましたし、まあ、面白い自分でなんか今日とかそれこそこのショートショートノートの使い方としてもう全工程っていう時間を作るのはとっても大事だと思うんですね。で、まあ、要はどのアイデアが出てもいいです、まあ、ブレストっていうのに近いんですけど、何を自分の中そして他の方の意見全部いいですねってなること進むこともあるんで、その時間も大切にしてほしいですし、まあ、あとはまあ趣味で続ける分にもそれでいいと思います。でそのプロとしては自己否定というのもやっぱり大事で、自分でアイデアを捨てる覚悟っていうのもやっぱり大事で、でもこれはどこまで行ってもその線引きって、まあ、更新され続ける、それは退化することも多分あるでしょう、うん、ですし、まあ、あと面白いのはさっきの高橋さんの話も通じるんですけど、一回切り捨てたやつが後で面白いなと感じることもありますし、それは時間経過で自分自身もそう思うかもしれませんし、自分は、まあ、クオリティはまあまあ平均はいっただろうなと、だから4人出すにはさすがにもう いいだろうという基準の上で、じゃあ7割9大点で、じゃあこれ7割のアイデアだと思って出したものが意外となんかもう9割10割みたいな評価というか楽しんでもらえることでもこれまあまああるんですよ。これもうプロになってもやっぱ特にショートショート短いものって想像の余地が入りやすいので、その受け手の方のバックグラウンドにものすごく左右されますね、心理状態も含めて。なのでまあ、クオリティを維持するという気持ちは絶対必要だと思うんですけど、最後は、まあ、問うてみる、それ別に世じゃなくてもいいんですよ、世に問うじゃなくても身近な人とかなんか、まあ、自分の、まあ、そこそノートに書いて、反応を見るみたいな、まあ、そういう場があったら、まあ、人でそれもさらに全部受ける必要はまたないので、まあ、自分なりにまたジャッジして、まあ、感性を更新していくっていうことが大切な気はしますけどね。一回投げてリアクション見てみるとか、うん、そういうことも大事、まあ、しないっていう選択肢もあると思いますし、うん、やってもいいかもしれないです、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ他にどうですか。ぜひ挙手してみてください。そしたら先にツイッターの方でご質問いただいているので、そちらからご質問投げさせていただきますね。ツイッターからです。私は推しのショートショートを書いてみたいなと思い本日参加しています。各主役をもう決めている場合、このメソッドで注意する点はありますかというご質問なんですけれども、もうテーマが先に決まっているということですね。ほうほうほう。じゃあショートショートの話なの僕から先にと思いますけど、そうですね、主役を決めている場合、まあ、注意は特にしなくていいですけど、そうですね、どうでしょうね。じゃあ例えば主役が決まっている、じゃあ小学生にしよう、男子小学生、男子小5の男子とかにしようと、まあ、例えばじゃあ決めたとしましょうか。でじゃあこの方法で、まあ、じゃあ大増殖を英語で説明とかになった時に、まあどうでしょうね、まあ、だからあとゴールどう設定するかですよね。遊びとしては全然主人公は決まっているって、主人公縛りをさらにつけたっていう感覚なので全く遊び方に影響はありません と思います。で、じゃあ作品としての完成度を目指していく上では、まあ、その主人公とこのお題の離れ具合、だからまあお題が大増殖を英語で説明っていう2つの組み合わせですけど、そこに主人公っていう、まあ、三大話みたいな、さっきも出てましたけど三大話の1つが主役に主人公になったみたいなイメージなので、まあ、離れてる方が飛躍はしやすいんですけど難しくはなるだろうなという感じですかね。なんか例えば、まあ、これいい例か分からない、女子に教えられたことで、じゃあ主人公は、まあ、何でもできるんですけどね、じゃあ主人公はたこ焼きとかにしてとかダンプカーにしてみたいな、まあ、まあでもできるんですよね、まあ、だから何かと何かできると思うんですけど、まあ、離れてた方が飛躍はしやすいけれども難しいかなという感じですかね。ちょっと漠然としてます。高橋さん何かあります？そうですね、僕はショートショートってことの定義をちゃんと捉えられてるかわからないのであれなんですけど、
まあ、推しのことが好きなわけじゃないですか。だから自分の欲望を反映するのがいいんじゃないかなと思っていて、だいたい僕も商品作るときとかって人間の欲求を叶えるっていう視点でものを考えていくと、何を叶えたいかとか、どんな悩みが解決したら嬉しいかみたいなアプローチでいつもものは考えているので、多分推しが主役な時点で推しが勝手に物語の中で動き出してくれる気がするんですよ、自分の妄想という欲の中で。で、妄想って、妄想の妄っていう字って、あの女をなくすって書いて、その女の人のことを考えてもう夢中になりすぎて我をなくすみたいな意味から来てるって、ものすごい強い欲求なんですよね。だからこのケースは妄想を全開にすると勝手に推しが物語の中で走り出してできちゃうんじゃないかなっていう気はしましたね、うん、ちょっとそのメソッドっていうのも、まあ、あのいろいろあるんだろうなと思うから。そうですね、あ、それで言うと、すいません、うん、僕あの各主役を決めているに主眼を置きすぎちゃって推しちょっと今抜けてたんですけど、そうですね、あの一つすみません補足してもいいですか、うん、あの推しっていうことで言うと、あの僕があの昔芸能人ショートショートコレクションという本を書いて、それはもう実在する方の、エピソード、実際のエピソードを元にするんですけど、途中から不思議になっていく。例えば的吉直樹さんで言うと、的吉さんというのは髪を結ばれることがあって、 で魂を吸うってシュッとこう吸うってギャグをお持ちなんですよね。なんで、まあ、ある飲み会で一緒に話しているうちに、実はこんな秘密があるんです、又吉さんが言ったという設定にして、で実はあの紙をまとめるのは、外場の役目、あのお墓とかにある外場の役目があって、ギャグで魂スッと吸ってるんだけれども、あれはギャグじゃなくて本当に実は吸ってんですみたいな。でここの外場のとこにふよ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 青白い魂が浮かんできて、いやこれ僕供養してんですよみたいなことを打ち明けられてっていう、そんな話を書いてるんですよね。だからそれある意味推しに近いというかなんですけど、その推しの方の特徴を、掴んでその特徴を誇張させていくとか、それと逆のことを考えていくっていうのは一つ、まあ、メソッドとして、まあ、僕もあるので、まあ、今回のメソッドとはまさにちょっと違って、高橋さん言ってくださっていろんなやり方があるので、それはぜひ探ってみてほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。オンラインでも続々質問をいただいているんですけれども、先に会場で他に質問ある方いらっしゃいましたら、よろしければぜひ挙手をお願いします。ではその前から2列目の方ですね、女性の方。ありがとうございます。お二人に伺いたいのが、その自分の作品だったりアイデアを人に見せたり世に出すことがあると思うんですけど、なんかその時にどうしても周りその評価を受けるっていうことがあると思うんですけど、なんかお二人はその評価っていうのをどういうふうに捉えられてるのかなっていうのが、知りたいです。はい、田口さんどうですか。僕はあの人に聞くんですけど、僕基本10人に聞くっていうのを目安にしてて、10人中2人がすごい勢いでめっちゃ欲しいとかめっちゃいいって言ったらかなり可能性あると思ってて、もう10人中5人がそのすごい勢いでめっちゃ買いたいって言ってきたら、もうめっちゃヒットする可能性あるぐらい強いと思ってるんです。ただその食いつき方の感じっていうのはすごい重要で、あの言ったら忖度とかおべっかみたいな感じで、いいじゃんいいじゃんとかやってみなよみたいな、あ可愛い欲しいかもみたいに言ってる時に、あれちょっと軽く嘘じゃないみたいな気づくことってあるじゃないですか。それが本当に本当それいいと思って、もうなんか嫉妬するわぐらいの感じでいいって言ってる人が10人中2人いたら、もう多分それはすごい強いと思ってるので、そんな風に参考にはしてるっていうのと、まあ、逆にそのじゃあ全員に否定されたらどうするかみたいな話もあるんですが、全員に否定された時に心が折れてるか折れてないかっていう自分の気持ちの方がすごい重要で、僕その判断方法って一つなんか自分の中であって、僕あのですね、今もっと大きくなっちゃったんですけど、昔ちょっと軽く不良だった中学生の甥っ子の親戚がいたんですよ。でなんか僕昔不良に絡まれがちだったんで、ちょっと悪い子怖いんですよね、甥っ子とはいえ。でなんか話しかけるとあみたいな感じなんですけど、その子に僕がもしこの今考えてるアイデアをこのおもちゃ作ろうと思ってるんだけどどうって聞いた時に、自分が
緊張するかしないかっていうのを妄想するっていう判断をしてたんですよ。まあ本当に聞くと怖いですからね。でも殴られるかもしれない、ね、本当には聞かないんですけど、俺これあいつに言ったらどう思うかなみたいにこう考えた時に、もうとてもとても言えないと思ったらもう負けを認めてるんです、それは。だから自分がすでにそれにはもう多分ダメを出してるんだろうし、いやそいつが何言ってきてもなんで分かんないんだみたいな、まあやっぱ、まあ、その程度のやつだからなって思いそうだなって思ったらもう相当強いと思ってるんで、そんな感じで人に喋ることを想像して自分の気持ちに気づくっていうことは結構おすすめかなと思ってますね。はい、ありがとうございます。僕で言うとそうですね、まあ、いろんなその時々でも違いますけど、まあ、一つはやっぱ自問自答する糧にするってことなんですよね。そのまあ、例えばじゃあそれは何かじゃあ、まあ、指摘、まあ、批評というか何か言っていただいたときに、まあ、まずはそれを、まあ、咀嚼するというか、まあ、自問自答の材料にして、で、まあ、たとえそれが一旦こう作るときに考察済みのことであったとしても、まあ、本当に済みだったかなみたいなことを考えたり、まあ、今一度考え直したりとか、全く例えばですけどもその視点全くなかった、まあ、それはやっぱありますよね。そういうふうになったときにじゃあそれを受けてやっぱどうするか、なかったけどやっぱりとなんか受け入れがたいなとか、なかったただなあ、じゃあまあそれ直す、もう出したものを直すっていうのはまあちょっと どこまで修正効くか、まあ、あれですけど、まあまあじゃあ例えば効かないとするとしても、じゃあ次にやっぱり生かしていくっていうところですかね。まあそういう意味で自問自答 の糧にするっていうところと、まあ、あとは最後は僕がやっぱ自分自身が面白い、まあ今日の言葉で言うと楽しいっていうところが本当に最後の判断基準になってくるので、1ミリでも面白くないなって自分で思ったやつは絶対出さないって決めてるので、そこはまあ気をつけてはいることですかね。まあちょっと答えになってるか分かんないんですけど、まあ、でも本当答えなんてないので、まあ、ずっと永遠に自問自答し続けるっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。あと会場がちょっと時間がですねちょっと押してしまっているので、先ほど手を挙げていただいていた方を会場からは最後にしようかなと思うんですけれども、ご質問されますか。どうもありがとうございます。基本的な質問になってしまうんですけれども、小説の中でも短い小説って短編小説ってあるかと思うんですが、ショートショートと小説でただ短い小説との違いについて教えていただきたいんですが、よろしくお願いします。はい、じゃあ僕がですね、今日はまあ短くて不思議なお話をショートショートと呼びましょうという簡単に言ったんですけれども、これはいつも講座ごとで言っている一番身近にそれこそ緊張なく言っていただきたいけども、ちょっとニュアンスは組んでいただきたいなというのが短くて不思議なんですね、一番簡単 でちゃんとした現代ショートショートはこういうものでいきましょうと言っているのは、アイデアがあってそれを生かした印象的な結末がある物語だと言ってます。これまあネット叩けば多分僕が言ってるのがどこでも出ると思うんですけど、なのでアイデアがあってそれを生かした結末、印象的なオチだけじゃないです、オチも含めた印象的な結末に、なっているかどうか、ここで、ジャッジ審査ごといろいろやらせてもらってますけど、もうこれです。この僕の場合文字数とかも章によってありますし、まあ、ここはちょっと諸説僕は固めてないんですけど、まあ、大体4センチ5センチとか言ってますけど、ショートショートの名作でも1万字超えてくるのもあるので、そこは一概に言えないんですが、まあ、そのアイデアがあって印象、それを生かした印象的な結末、これです。なので厳密に言うと不思議じゃなくても構いません、アイデアがあれば、まあ一番分かりやすいのが、例えばずっと語ってたのが実は自分の話だとアンドロイドでしたみたいな、まあ、よくありますけれども、実はアンドロイドはこっちでしたみたいな、まあ、それってそこまで不思議じゃないんですけど、アイデアがあったらやっぱショートショートの範囲内ですし、逆に男女の機微、恋愛の機微を描いてあるワンシーン、例えばまあ電車での出会いのワンシーンを切り取ったっていうやつは、ショートストーリーとか、まあ短編とかっていうことになっていきやすいです。
まあ、そこですね。だから何がショートストーリーかっていうよりもショートショートとはこうっていう感じに近いです。ありがとうございます。ご質問ありがとうございました。ちょっとお時間過ぎてしまってるんですけれども、あのツイッター、YouTube でもたくさんご質問いただいておりまして、最後に YouTube から一つだけご質問させてください。すももさんからいただいているご質問ですね。小説を自分でチェックする際、独りよがりの文章になってないか判別するポイントがあれば教えてくださいということなんですけれども、いやこれ、まあ、いいですか僕、うん、いやこれも永遠の課題ですっていうところがこれが答えなんですけど、まあとにかくやっぱ推敲、まあ、僕も推敲すごく、まあ、すごくやってる方か知りませんけども、まあ、何十回かはやるんですけど、その本当に、まあ、推敲していく中で、まあ、最初と第一項は、まあ、自分の目線が主で書いていて、で、まあ、一読者としての視線に近いというかで見直した時に引っかかっているくるところとか、あとな、まあ、やっぱそうですね、なるべく客観的な視点で見た時に、いやこれはなんか自分が本来伝えたかった内容が本当にこの文章で伝わっているんだろうかとか、まあ、読み直してる時にもたついてるな、冗長だなと思うところとかはやっぱり何か滞りがあるはずなので、その原因を分析して、あこの一文がいらないなとか、いや意外とその前の文章がいらないんだとか、なんかそういうのを調整していくみたいな感じです。であとはやっぱりそのとにかく感性を磨き続けないと、まあ、続けないといけないことなんですけど、まあ、あのやっぱり いろんな文章に触れるってことですよね。で、まあ、例えば、まあ、でも本当これは最永遠の課題ですけど、自分が読んだ、まあ、プロの方のやつでもアマの方のでも何でもいいんですけど、やっぱ引っかかりが出た時にやっぱ何でだろうっていうところをとにかく考える。で、その原因を自分なりに言語化してみるっていうことですね。でそうするとその言語化した分だけ武器になるので、自分が書いた時に引っかかった時にその蓋を、引き出しを使えるし、まあ、自分がなった時に修正も聞きやすいので、まあ、一つこう、まあ、これは言語化っていうことはよく言うんですけど、言語化してみる まあ、面白かったポイントもそうなんですけどね、まあ、言語化するっていうのは一つおすすめポイントかなと思います。なるほど、ありがとうございます。高橋さんから何かありますか？ありません普通の文章でもよく書かれるじゃないですか、うん、あの小説じゃなくても文章の中で推敲もされるじゃないですか、うん、どうですか？めちゃくちゃしますね。でも、うん、いや僕は一晩置くって、うん、翌朝見るとめっちゃ恥ずかしいってなってることあるんですよ、うん、なんか朝起きると人間ってなんか生まれ変わってるんじゃないかみたいな、もう別の人間になってる感があって、こう客観的に見れるっていうか、例えば前夜になんかこうあのなんか家族のこと書いて、あ朝見たらもう単なるのろけ話じゃねえかみたいな、これ見て誰が面白いんだみたいにこう気づくことがあるので、一晩置くっていうのは一番いいんじゃないかな。あいいですねあの僕あのショートショートバーという本の中に入ってます。企画にララバイっていうのがあって、うん、企画書を年々コロリって言って寝かすっていう話で、それでアラを探すっていう話、ね、いやこれ空想の話ですけど、ね、いやなんかそんなの思い出しました、うんうん、寝かすっていいですね、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ご質問いただいたすももさんもありがとうございました。あのたくさん YouTube でもあの Twitter でもご質問いただいてるんですけれども、ご紹介しきれなかった皆さん申し訳ありません。あのハッシュタグショートショートノートで Twitter も覚えますし、 YouTube のチャット欄もアーカイブ残りますので、よろしかったらぜひイベント終了後お二人見ていただけるとありがたいです。はい、はい、ということで、そろそろイベント終了のお時間が近づいてまいりました。最後にですね、お二人に本日ご参加いただいた皆さんに一言ずつメッセージをいただければと思います。そうしましたら、じゃあ田丸さんからお願いできますか？はい、今日も何度も言っているんですけれども、あの、まあ、楽しむということを大事にしてほしいなと思っていまして、まあ、本当に、まあ、それこそ生みの苦しみってやっぱあります。どこまで行ってもあるんですけど、最後楽しいから続けられるし、続けることによって上達していくと僕は信じているので、まあ、ぜひですね、あのちょっとしんどいな辛いなと思った時に、いやいやもう楽しむだけでいいんだみたいな、で特に今日のショートショートノートのようなこうツールも、まあ、有効に取り入れていただいて、ぜひ楽しみながら長く、細くとも長く続けてほしいなと思います。ありがとうございます。それでは高橋さんお願いします。はい、今日は本当にありがとうございました。あのこのゲームを作ったきっかけっていうのが、もちろん今日参加してくださった会場の皆様も、の動画を見てくださった皆様も、みんなすでにクリエイターだとは思うんですけれども、今よりももう一歩だけ自分がなりたいクリエイターになって、もうちょっとだけ今出会っていない人たちに楽しい作品を届けられるようになったら
もう本当このゲーム作った甲斐があったなということで、僕も感無量という感じなので、まあ、もうぜひこれがきっかけになってまた面白いものを1個作っていただけたら幸いです。また一緒に遊べる日が来ることを願ってます。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。まさにノートはクリエイターの街を目指しているので、うん、なんかこのゲームを使って皆さんが素敵なクリエイターがたくさん生まれて楽しんで交流いただけるといいなと思います。はい、それではですね、最後にノートからお知らせを少しだけ挟ませてください。はい、出ますかね。はい、最近ノートでは読書感想文や書評など本にまつわる記事や小説やエッセイ作品などをまとめたメディアページを立ち上げました。皆さんが投稿してくださった記事を紹介したり、イベントやお題企画なども実施してまいりますので、ぜひフォローしてみてください。現在はハッシュタグ家族の物語をテーマに小説作品などを募集しております。またもちろんハッシュタグショートショートノートの投稿もお待ちしておりますので、どうぞご投稿よろしくお願いします。はい、またノートではノートのクリエイターを登壇者に迎えたイベントや、ノートの使い方や文章の書き方などをお伝えするイベントを開催しております。来週6月29日火曜日は作家の岸田奈美さんとそのお母さんのひろみさんを迎えしてトークイベント、家族が幸せになるための最適解岸田家の場合を開催します。7月6日の火曜日は編集者の一徹さんと真鶴出版の川口俊さんによる地方移住クリエイターとして暮らすを開催いたします。ノート勉強会は段階別やカテゴリー別にテーマを変えて定期的に開催しております。こうした各種イベントの情報はノートの公式アカウントや各 SNS でお知らせしております。ノートイベントのノート、 YouTube、Twitter などぜひフォローして情報をチェックしてください。またですね、本日ご参加いただいた皆さんにアンケートのご協力をお願いしております。オンラインで参加している方には YouTube のチャット欄にもその URL 送付するんですけれども、ぜひ終了後皆さんの感想やご意見お待ちしておりますので、どうぞご協力よろしくお願いします。はい、それでは本日のイベントはこのあたりで終了にしたいと思います。改めて田丸さん、高橋さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。